ちは、ミサロです。いつも僕の音楽情報を、ブログ、YouTube、Twitter、などで、ご覧いただきまして、LINE ブログもいつもそうですが、誠にありがとうございます。これからもどんどん新しい情報ができ次第ですね、アップしていきますので、ぜひたくさんご覧いただければというふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたします。で、今日ですね、こうしてビデオの方を作らせていただきましたのは、皆様に一つ、ちょっとご報告をさせていただければということだったんですが、皆様もご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、僕もね、ツイッターなんかでもよく、ツイートしてますけど、クラウドファンディングというのがありまして、クラウドファンディングキャンプファイヤーというサイトなんですけども、もちろんね、それだけじゃなくて、キャンプファイヤーだけじゃなくて他にもいくつかあるんですけども、どういうものかと言いますと、皆様に僕の音楽活動を、ご支援いただくという形のものになります。で、ご支援と言いましても、いろいろ、あるかと思いますので、少しご説明、させていただこうと思うんですが、例えばですね、皆様に3000円、ご支援いただいたとしますと、僕の次回発売予定のシングルですね、シングル CD、1000円ですけれども、約1000円になりますけれども、そちらを、ご支援いただいた方にプレゼントさせていただくという形になります。で、ただね、3000円ご支援いただいて、そのシングル1枚だけだと1000円ですから、もちろんそれじゃ足りないということで、それプラスですね、CD プラス、来年2018年開催予定の僕のライブですね、の方に、ぜひ、無料でね、ご招待させていただくという、形にができればというふうに思うんですね。で、そうすると、約そのライブ1回、チケットは2000から3000ぐらいだとしてですね、プラスシングル CD1 枚で3000から4000ぐらいの、返しというか、バックですね、という形になりますから、3000ご支援いただいて、皆様に、少しでも、そうやって楽しんでいただければというふうに思っております。という感じでサイトの方を立ち上げまして、ただね、3000円だけじゃなくて5000円も1万円も1万5000円もね、いろんなパターンがあるの で例えば5000円とか1万円だとね、シングル CD2 枚プレゼントとか、ライブ2回分ご招待とか、それからプラスね、僕のポスターとかカレンダーをプレゼントしたりとかね、それから僕がねスタジオなんかで撮ったね、曲をね、CD にして、独自に撮ったね、曲をカバーソングとかね、オリジナルソングとかを皆様にプレゼントしたりとか、そういうことがね、やろうと思って、考えておりますので、本当にね、ぜひ皆様にね、楽しい時間の共有というか、そういうことを僕は考えていきたいと思ってますから、来年にかけて僕が作る CD とか、それからライブとか、そういうのをぜひね、楽しみにしていただきたいなと思うんですね。ですから、その分僕も、一生懸命 CD 作ったりとか、ライブやったりとか、そういうことをね、考えていきたいと思っておりますので、ぜひですね、ご支援いただきましたら、
常に嬉しく思っております。非常に本当に嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ミスターローズ、クラウドファンディングキャンプファイヤー、ぜひよろしくお願いいたします。そちらの、ご案内でした。ありがとうございました。それではよろしく、これからもよろしくお願いいたします。失礼いたします。